やばいやばいやつばっかくさあ、始まりました。月曜日のジブリ勝手の部屋でございます。このコーナーは、奈良にまつわるニュースを、小村調査員が紹介して、少しでも奈良に興味を持ってもらおうという内容になっております。今回のニュースは、これも、3発目、デッキハンター、大ちゃんに教えてもらいましょう。シュッ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 、いやー、すごいわ。はいはいはい。佐々木朗希投手すごいわ。あー、なんか見たわ、ニュースで。いやー、すごいっすね。完全試合達成しましたよね。はい、僕もやっぱり同じ、ね、佐々木の端くれとしては、あ、そうだそうだ、本当だ、ね、佐々木だ、やっぱり嬉しいなー思って。すごいストレート投げるんやて、ピューっていうストレートのように皆さんにも奈良の良さを伝えたいなと思ってる次第なんでございます。はー、164キロ出ますか今日じゃあ。すごい詳しいやん。興味ないでしょ野球に。ないですないです。そんなないです。すごいことしたってのは分かってますから。まあそんな風に思ってる僕がですね、最後、今回3連発やらせていただいて、結果やっぱ紹介したいなーと思った桜って何やったのかっつったら、地元の僕らがよく知る家族みたいな桜。を、今日ごめん、2本立てでちょっと。あ、なるほど。なるほど、なるほど。いいですか？いや、はい、お願いします。それをちょっと今日はね、紹介していきたいと思っております。はい、お願いします。では、まず1個目。こちらでございます。これはね、ご存知ではないですか？そうね。おかっぱ桜。はい。これね、SNS でもこれ結構バズったんで、ご存知の方いるかもしれないですが、奈良公園でしか見れないですね。奈良公園でしか見れない。そう、ちょっと簡単にね、ご紹介させていただきますと、こちらのおかっぱ桜っていうのは、奈良公園に鹿がいるじゃないですか。ね、鹿ちゃんってあの草とか鹿せんべいも大好きなんですけど、桜の花びらもめちゃくちゃ好きなんですよ。で、まあ、鹿さんが首伸ばして届く範囲を全部食べてまうんで、しだれ桜も、他の桜もですけど、パツーンとおかっぱになってしまうと。それで、一応、おかっぱ桜っていうふうにね、そうですね。命名されてるんですけど、知ってました？去年じゃん。おかっぱ桜どんな感じだったか知ってました？去年？去年。去年知らんかったでしょ。知らん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 。うん。食い尽くした。え？登って食べた。なんでやねん。なんかアルパカみたいなそんな過ぎてる。いやなんか。せえへん。なんで今年咲いてんねんほんなら。ああ、そうか。去年、実は、謎なんですけど、一切咲かんかって。え？桜が咲かなかったの？そうやねん。もう、おかっぱ桜、これ、枯れてもうたんとか言う。もうすごい話題になったんですよ。全然見れへんんですよ。衰えてきた。のかもしれないなと。ただ、もう全くゼロからしたらかなり綺麗に戻ってきてます。なるほど。だから、これもう野球界で言ったら、もうカムバック賞をあげたいんです。前田選手です。アキレス腱切ってね、ホームランアーティストでしたけど、はい、ね、広島カープの前田さん。はいはい、調べてみてください。ごめんなさい、全く知らないで、何とも言われないですけど。知らないですか？じゃあ、はい、あちらの方に行きましょうか。ヤクルトのエース、川崎健次郎。いや、いらないです、いらないです。もう分からないって、ごめんなさい。あ、そうですか。もう全部切りますんで。なんでやねん。切らんといてくれよ。いや、分からない、分からないんで、ね。分かんない人もいると思うんですけど、分かる人もいる。分かる人もいると。そう、そんなおかっぱ桜を僕は応援していきたいですし、はいはい、ちょっと見ていただきたいなと思って。なるほど。はい。そして、2本目ってことですね。はいはい。これね、前にもちょっとお話ししてました。佐保川ですよ。あー、なるほど。有名じゃないですか。あー、バッチリ咲いてるわ。そうなんですよ。樹齢がね、もうソメイヨシノって、もう本当に、人間と一緒ぐらいの寿命なんやけど、なんと170年も生きてると。で、その中で、やっぱこの5キロ、全長5キロの桜並木の中にですね、ひときわ存在感を放つのが、川路桜。はいはいはい。で、なんかこう歩いていきますとですね、募金箱があってね、やっぱこれを保全するために通行人の人にも、ちょっと見てほ、募金してほしいっていうことでね。あ、なるほどね。ほら、募金箱ね。ああ、はいはいはい。そう、これ書いてますよ。古木を守ろうっつって。言ってくれてるわけ。ああ、なるほど、みんなでこの桜とか、この地域を守っていこうっていうふうに言ったら、一番最初にこう、植え付けてくれたのが、
川地桜の名前の由来でもあります、うん、川地俊明っていう人なんです。そうですね。一番力を入れたのがこの桜の食事らしい。ああ、なるほどね。この地元の人にこういうプランあるんですけど、奈良をみんなで再生しませんかっつって声かけて、地元の人主体で始まったもん。なるほどね。だから今でもみんなでここを守っていこうっていう募金箱とかが置かれてるんですよ。地域一体となってね、そう、もう桜守ってんやと。僕が石を持った時に、うん、パンパンやって。入らへんねん。うん、もうしなかったよ。うわ、入れてこいよそれは。すでにまあだから押し込んだら押し込んだら入んからそんなもん。すごいな。でもそんなやっぱの、ね、みんなが愛してる景色なんでしょうね、守りたいという。なのでちょっと今回はね、これはどうしても奈良の桜の名所めっちゃあるんですけど、うん、これはちょっと外せえなぁ思って結果地元に戻ってきてもったということでございます。なるほど。これちゃんと桜を見るってしてないから普段で。そうですよね。うん、それからこういう形で見えてまあよかったかな。まあ明日には忘れるんでしょうけど。お前な、ほんまそれはよかったなと思ってますよ。いやいやいや、覚えろよ。あ、もう明日の自分に聞かないとわからないですよ、残ってるか残ってないかは。いや、でも良かったと思います。そう、これはね、はい、皆さん来ていただくと絶対心に残ります。うん、また奈良に来た際はぜひ見ていただきたいということでね。はい、今回3連発ありがとうございました。ありがとうございました、ね、またじゃあちょっといろんなとこ見てきますんで。左遷左遷は、いやー、もうね、語りたい気持ちが強すぎて忘れてた。何してんのかな、トイレと思って。違うよ、忘れてたわ。まあ、サザン雑学、じゃあ、はい、今回サザン雑学させていただきましょう。ちゃんとちゃんと買いまくってるから、じゃあ行きますわ、はい、サザン雑学っていうことでね、はい、行きましたね。しょう、ご存知でしたか。うん、何ですか。日本で一番有名な桜の名所、はい、うん、吉野の桜、千本桜ね。実は、はい、あそこの桜、ソメイヨシノは一本もございません。ソメイヨシノないの。そう、実はソメイヨシノがぶわー咲いてるのが思ったらちゃうんや。やっぱそういうイメージ持たれる方多いんですが、あこは全部山桜でございます。いや、また違うやつ。そうなんです。日本古来のものなんですけど、ね、うん、じゃあソメイヨシノってどこで生まれた、うん、東の首都で生まれた。東京。そうなんです。東京の、はい、ある村で桜職人たちがいたんですよ、うん、で新しい桜作ろうって言って、うん、後輩ってやつですね、はい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 、ほんでやっていって、まあ、めっちゃすごいのできたと、うん、なんかまあピンクのイメージの桜が、うん、真っ白のやつ、うん、ね、うん、これは全国に広めるべきやと、すごいのできたって言った時に、うん、じゃあ名前つけようってなったんですよ、うん、ね、やっぱり今もそうですけど名前って結構大事で、うん、インパクトがないと、はい、やっぱみんな見ないから。で、あ、じゃあ桜といえばせや吉野の桜がやっぱり一番有名やから、うん、ちょっと吉野桜ってつけへんっつって、はいはいはい、ね、でもそれやったら、それだけやったら吉野桜になるから、うん、ちょっと俺らの色も出そうよっつって、うん、実はそこの村が染井村っていう村。ああ、村の名前が。そう、染井村でできた吉野桜で染井吉野っていう名前なんです。あ、それで染井吉野ってなってんの。全く奈良はね、まあ関係ないやん、影響はしてんのよ。まあね、吉野の桜見て、まあ関係はないんです。ただやっぱり案の定すごい桜やから、もう全国に広がっていって、うん、はいはい、ジャパニーズ桜イコール染井吉野になったって。そんな雑学で、ためになりましたね。高知でも酸欠みたいな顔してたから。どうですか、高知でな。いや、ちょっとクラクラ来てます。うん、そうやろ。はい、まあ今回ね、ちょっとそれを桜の部位を通じていろんなこと知っていただけたら、そして奈良を知っていただけたらと思ってですね、はい、やってまいりました。はい、覚えていいかな。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さっさとお帰りください。さっさとは多いわ。はい、はい、ということで、おかっぱ桜と、川地桜をご紹介いたしました、またぜひね、来年、桜の時期にはちょっと地元奈良の、桜、見てはいかがでしょうか。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。